オールチタン製、重量は 2.3 キロ、板厚は 0.5 センチのポモリーティンバーに火入れをしました。今回はテントの中で火入れを実行しています。必ず一酸化炭素警報器をつけて自己責任でやってください。煙突周りの温度はそれほど高くなく、テントへのダメージはありませんでした。薪ストーブの電熱性はそこまで高くなくて、この後に水を入れて天板の上に置いておきましたが、沸騰するにはそこそこの時間がかかりました。
天板を使って料理するにはちょっと厳しそうなので、お湯を作ってスープなど飲むのに活用できるのかなと思います。料理をする際は別途バーナーなど用意した方がいいと思います。ちなみに底面ですが、やっぱり歪みました。もっとも予想していたことですし、想定の範囲内だったので特に気にしていません。歪みが気になる方は1ミリ圧のストーブ、もしくは頑丈な鋳物製などの薪ストーブを使用された方がいいと思います。私は軽さにこだわり、このストーブを選びました。歪みは機械的に修正することが可能ですが、重さは変えられないので、重量をなるだけ軽いものを選びたかったところです。黒くなってきたかな。